現在お昼12時53分です。久しぶりに晴れ間が出てきたので、画面起動をちょっとねテストしたいと思います。今日ねこちらの Pixel 6返却予定だったので、なんとかねそれまでに晴れ間が出てくれてよかったです。じゃあ両方ともね見ていきたいと思います。太陽が当たりすぎるとちょっとカメラ設定が難しいんですけど、明るさについては最大輝度が出るよう自動調整にしてます。これで例えば YouTube の画面とかを開くと、はい、こんな感じです。画面で分かりますかね？どうだろう。まあ、ちょっとね、画面で見る限りは両方とも、まあ、しっかり明るいかなという、そんな感じではあります。まあ、ただ、どちらかって言われると、こちらの方が綺麗なようにカメラ越しには見えますね。まあ、一つね、参考にしていただければというところです。なかなか撮影が難しいけど、こんな感じね。両方とも今最大輝度ですね、おそらく。こんな感じです。両方とも綺麗だと思います。はい、ということで皆さんこんにちは、トムキチです。本日は10月の15日ということで、この間購入したこちらの Pixel 7ですね、到着して丸2日ほど経過しております。で、皆さんがねおそらくめちゃめちゃ気になっているであろうあれです。そう、下取りです。はい、ということで昨日ですね、まあ、こういう書類が来ていて、本人受け取りで配送キットをもらう手配をしなければいけないですよっていうことをお話ししたんですけど、今日午前中にこちらじゃじゃん、はい、配送キットを届きました。これを、まあ、郵便局員さんがバイクで持ってきてくれて、免許証を出して受け取りました。まあ、これで送り返すということのようです。はい、ということで改めての復習になるんですけど、これ Google のページですね。今回2022年10月の23日11時59分までに新しく Google の Pixel 7または Pixel 7 Pro を購入された方には対象のスマートフォンを下取りに出すことで最大 61,500 円相当戻ってきますよということが発表されています。これがねかなり今回の Pixel 購入の動機づけになっている方も多いんじゃないかと思います。購入にあたっては単純にねこちらの購入ページから欲しい容量、カラーを選んでいただいて、もう今現在かなりなくなってんだね。はい、こう選んでいただいて、ここね、下取りに出すっていうのを選び、自分の使っている古いスマートフォンを選択してあげるということになります。僕が使っているこちらの、今回出そうと思っている Pixel 6に関しては、見積もり額がまあ最大 61,500 円、いろいろ傷とかねあれば減額されていくということもありますので、この辺についてはこの間動画にも出してますけど、幅のある金額だということで認識していただいておけばいいかなと思います。大きな注意点としては、査定額が見積もりの 75% に達しなかった場合には自動的に返却されてしまう、まあ、買い取ってもらえなかったりとかですね、まあ、逆に 75% 以上の場合にはこちらの同意なしに勝手にまあ処理されてしまう、 OK されたことになってしまうということに注意が必要かなと思います。ということで僕も今現在使っているこの Pixel 6をですね、下取りに出して今回 Pixel 7を購入したという、そんな感じになっております。で、現在の僕の下取りのステータスなんですけど、このようになってます。下取りの手続き開始されて、下取りキットは配送済みであるというところまで来ました。で、今回届いたのがこれです。ドンキチさんへ、ちょっと細かいところ隠してるんでこんな風にしてますけど、こんな感じで配送キットが届いてます。今回はこの配送キットにこちらのスマートフォンを初期化して入れてあげて発送するっていうところまでね、ちょっと動画に収めようかなと思います。結構この辺やったことない人が多いと思うので、その辺参考にしてもらえればというところです。僕も今回実は初めてで、いろいろわからないところだらけで調べながらやっているっていう、そんな感じです。はい、ということで今回届いた配送キットがこちらになります。皆さん初めてだと思うので一応お見せしておきます。本人限定受け取りということで、まあ、僕しか受け取れなかったって感じです。で、中開けてみると、はい、こんな感じになっております。はい、こんな感じです。このまま送り返せるように少し特殊な形状の箱になってます。で、あと内容物がこんな感じですね。これがね何かちょっとよくわからないんだけど、
これ変装用、おそらくこの箱に貼り付けて送り返す用の宛名シールだと思います。 PC ワイヤレスさん宛ての着払いの伝票ですね。でここにはあの僕の住所とか名前が入ってるっていう、そんな感じです。はい、そしてスマートフォンの下取り手順についてですね。はい、こんな感じです。ザザザーっと見ていくと、データを転送またバックアップしてください、スマートフォンを出荷時の設定にリセットしてくださいというふうにあって、 iPhone の場合とAndroid の場合と2パターン書かれています。僕の場合は Pixel 6になるので Android の版ということでやっていきます。そしてすべて初期化が完了すればスマートフォンを発送するということで出せるということになります。最後のところになりますけど、ちゃんと SIM カード抜いてねとかね、宛名シールを貼り直して送ってねとかいうことも書かれてます。あ、わかった。このシール何だろうと思ったら、これ箱を密閉するためのステッカーですね、ということみたいです。謎が解明しました。ということで、この箱の構造がね、ちょっと謎で、例えばピクセルここにありますけど、これでいいのかな、こういう風な感じで送るのか、これだとね、若干ガタガタするから何かかませないといけないですよね。でもここにね、皆さん見えるかな、ここにもう一層あるのよ、微妙に厚みがあって。だからここに入れてあげてもいいのかもしれないね。あ、でも入らないか。あ、入らないね。あ、無理やりすれば入るか。一応ね、無理やり入れれば入るね。これだったらガタガタしないです。こちらに入れた方がいいんだろう。どっちが正解？わからない。ここまで詳しいことは書かれてないね。ということで、僕はこれを簡単にくるんで、ここかな、ここに入れる感じにしようかな。こういう感じで、はい、こんな感じで入れようかなと思います。そしてね、皆さん気になるのは何を送ればいいかってことだと思うんですけど、購入時についててこういう箱とかね、付属品とかあるじゃないですか。僕全く使ってないんで未使用なんですけど、これは今回送る必要はないです。基本的には本体だけですね。こちらの本体だけ送ってあげれば下取りはしっかりされるそうです。一応送ってもいいそうです。送るとリサイクルとかで再利用されるということになるそうです。ケーブル類とかね、いろいろ他の用途でも使えると思うので、僕は取っておこうかなと思います。はい、ではですね、こちら初期化していきたいと思います。皆さんね、忘れずに必ずデータの吸い出し行ってください。写真とかいろいろね。で、一つだけちょっとチェックしておいていただきたいのは、お財布携帯関係です。お財布携帯のアプリを立ち上げるとこんな感じの画面になって、これね、機種変更の手続きの案内とかっていうのも見ていただきたいんですけど、それと加えて、このサポートと規約っていうとこを押してもらって、ここにね、メモリーの使用状況ってあるんですよ。見えないかな？ここメモリーの使用状況っていうのがあります。一番上押してもらうと、利用してる場合にはこれがね、利用中になってます。なので、もしね、利用中の場合には携帯の移行手続きとかが必要だっていうふうに認識しておいてもらったらいいかなと思います。これ未利用だったら、もう今何もこのスマホの中でお財布携帯使ってないんで OK だよということになります。ちょっと見にくいよね、角度をつけてやります。で、リセットはですね、設定の中から一番下のシステムですね、で、リセットオプションというのがあるので、ここを押します。で、この中に全データ消去出荷時リセットってあるので、これを押します。そうすると全部消しますよ、いいですかって出てきます。で、eSIM 使ってる方はこれちゃんとね、消してねっていうのも出るので、これもチェック入れます。で、僕は全部も問題ないので消します。ポチッと、はい。で、ピン入れますね。改めてもう一回確認です。すべてのデータ消去しますか？いいですか？って。はい。で、これは消去です。はい。これ初期化中で、この手順が完了すればもう完全に初期化できたことになります。簡単ですね。人によってはね、おそらく移行手続きが大変なんじゃないかなと思います。ピクセル早いね。もうなんかあっという間に完了しました。1分とかしかかかってないと思うけど。これから初期化が始まるのかな？はい。ということで、ピクセルへようこそって、この画面になったらもう完全 OK ですね。この状態で電源を切れば OK でございます。この下取り手順の中の今このリセットのところまで行ったので、次一番最後のスマートフォンを発送するっていうところになります。スマートフォンの SIM カードを取り出してくださいですね。僕はもう完全に Pixel 7の方に移行してしまってるので、こちらはね、ポポ SIM で運用しておりました。はい。で、SIM カード出します。はい。これで SIM カードからですね、OK ですね。で、戻して、
はい、これでおそらく OK だと思います。あとはスマホを電源を切り、もう切りました。箱に入れて、箱にポケットがついていますので、ポケットの中にスマートフォンを入れて固定してくださいって書いてますね。だから先ほどのポケットに入れればいいってことですね。付属のステッカーで箱を密封してください。これですね、これで密封します。箱の上部に住所ラベルを貼り、その下に着払いラベルを貼ります。上下って言ってるけど、これ1枚だけなんだよね。これ貼ればいいってことかな。はい、そして、梱包したものを郵便局の窓口か郵便ポストに出せば OK と。はい、以上ですね。簡単です。じゃあ、梱包しちゃいます。一応ね、傷とかないと思うんですけど、軽く掃除だけして、梱包しておきたいと思います。高く買い取られてね、今までありがとうございました。本当ね、この子にはお世話になりました。動画撮影からゲームから何から、本当にかなり密に付き合いましたね。このまま、ここに入れても良さそうなんですけど、移動中に傷とかできたら嫌なので、この間ね、小さいものを買った時に出てきた、このプチプチ付きの中に入れて、プチプチ付きのやつね、この中に入れて送りたいと思います。ちょうど封筒型なんでね、ラッキーです。これの方がガタガタしないよね。念のためです。ここまでしなくてもいいとは思うんですけど、念のためね。これをつけたことで入らなかったりして。でも、無理やり入れます。よいしょ。あ、外れちゃった。おお、外れちゃったよ。見て、これ外れました。あんまり大きいとダメだね。なるべく梱包とかしない方が良さそうですね。これ失敗例です。ガムテープで留めましょう。これあれですね。糊が結構弱いから、まあ、ここ破けなくてもガムテープかなんかで留めといた方がいいかもしれないですね。じゃあこれで、しっかり留めます。これで出ないかな。はい、これで折りたたんで、いけるよね。はい、これでここ閉じて、はい、これで一応完成ですね。で、ここに宛名を貼ります。これね、こんな感じで貼りたいと思います。先にこっち貼ろうか。この封テープでこちらの封を留めちゃいます。合ってんだろうな、これ。もうちょっと画像とか映像とかがしっかりついたもので説明があっても良さそうだよね。はい、これで貼り付けました。じゃあ、あとは、ちょっと個人情報がありますので、この辺外して、貼り付けます。はい。ということで、なんかちょっとドタバタしましたけど、一応できました。モザイク入れるけど、こんな感じです。こんな感じで出来上がりました。じゃあ、この後、多分今日ギリギリね、ポスト投函に時計ついてないけど見て、間に合いそうなので、ポストの方に持っていきたいと思います。無事に投函終わりました。にしてもめちゃめちゃいい天気、下取り結果がね、いいといいですね。また追って報告します。